日本語コンテペイ日本語学習者の皆さんをいつも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 今日はホームシックについてはいちょっとですね、えー、いつもいつもいつも言い過ぎてなんかこう「ポッドキャストなんかこう!」のタイミングがですね変になっちゃいました。ね 撮り直そうかなと思ったんですけどまああの <laughs> いいかなとねこういう自然体自然体でお送りしている日本語コンテッペですねあのですねこない間もね前もね、えー、言ったかもしれないですけど YouTube とかポッドキャストとかあのー、編集編集しすぎじゃないですかうん編集にねみんな時間をかけてあのー なんていうかなアンナチュラルなね編集に時間をかけてんか早くね情報短い時間にたくさんの情報を詰め込みたいとかまあテンポよくしたいとかテンポをパパパパパパってねテレビみたいにねテレビの方が遅いねもうテレビの方が遅いですよね。YouTube とかポッドキャストの編集された後のあのスピーチはパッ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 すごい速いですよね。 でもなんかね僕はあんまり好きじゃないですね。やっぱり人間が話すあのスピードそして、ね、僕はこう考えながら話してるからね今何話そうかなってね考えながら話してるんです。だからまあこういうこういうとかねああいうとか、うんあ,あえー、っとみたいな間がね生まれるんですね。でもちろんね聞いてる人たちはどうかというとそれが時間の無駄かといえば。 僕はそうじゃないいと思います例えば僕が好きなねポッドキャストとか僕が好きな YouTube もあんまりね編集をせずにあの自然にね、えー、そのまま流してるものの方が僕は好きです僕はなんかね人間味があるいい言葉出ましたね今日人間味がある人間味があるっていうのは人間みたいな、まあ、人間みたいな、まあ、人間なんですけど編集をした後ははんかねロボットみたいな なんかロボットみたいに感じ無機質にね無機質に、ね、なんかこうなんか自然じゃないなんかこうなんか人間っぽさを感じない、ね、人間だったら話しながらやっぱりこう考えながら話すのでつまずきながらね、えー、時には言い間違えたり時にはこう噛んだり、ね、噛む、ね、噛むってうのはあう,うわーってこうなんかこう、ね、なってしまう、ね、あとは 生麦,生,麦生米生卵みたいな、ね、早口言葉言うと「噛むでしょ生麦生米生卵」って知ってますかねあれは志村けんが作ったのかな志村けん多分そうじゃないかなあのドリフターズのねでもちょっと分かんないです「ね、生麦生米生卵」生「生麦生米生卵」とかね「えー、隣の客はよくかき食う客だ」<laughs> 違うな隣の客はよく柿食う客だ、ね、隣の客は隣のねゲスト隣の家に来たゲストはよくよく、ね、すごくこうもうよくま,まあいつもねいつもよく柿を食う柿食う客だ柿柿って果物あるでしょ を食う客だ。まあ意味はないんですよ。このフレーズ意味はない。でも言いにくいでしょ。隣の客はよくか、かき食う客だ。すごい言いにくい。言いにくいから、こう早く、早口言葉。ね、そういうの早口言葉って言います。早口言葉言うと噛むでしょ。ね、で、その噛むのがね。人間っぽい。うん。編集すると、多分噛んだところとか、失敗したところとか、間違ったところ全部カットして。で、ちゃんと言えたところだけね。 えー、まとめてね何回も繰り返したりできるんですよね何回も繰り返したら,、ね、したらそうするとなんかロボットみたい本当にね人間っぽくないですねうん,ん歌とかもそうですよね歌とかも人間っぽくない歌が多いですよねラップとかもねなんかあのー、歌の部分はなんかうんまあ エフェクターをねかけてエフェクトをかけてものすごいエフェクトをかけてロボットみたいな声にしてねまあダフトパンクはいいですよダフトパンクはそういうコンセプトだからでもなんか普通の R&B とかねラップのシンガーもなんかすごいねポッ,プポップスもそうですけどもちろんすごいエフェクトをかけてロボットっぽくしてねでまあそのコンセプトがロボットっぽいアルバムだったらいいけどそうじゃないんですよねあれはあの歌の下手さをねごまかしたりできるんで。 えー、そういういに変えたりあとはもうサビの部分はねもう1回だけ撮ったら1回撮ったらあとはもう編集でね、えー、もうそこだけ繰り返しかけることできますからもう歌わないんですよもう1回だけ、ね、コーラスとかも1回撮っちゃえばそれを、えー、と2番のねコーラスでも使えばいいしまあとにかく僕は言ってるのはポッドキャストとか YouTube も編集をやりすぎてなんかつまんないなんか人間味がない。 そう,いうそういうものが増えてると思いますなのでねあえて僕はそのアンチテーゼとしてですねその反対のことをねやろうかと思ってね、えー、こうやって編集なしで話していますなので時には間違えたり時には滑舌が悪かったりですねいろいろあると思いますけどそこも含めて、えー、楽しんでもらえたらいいなとでね最近あれですよあのたくさんねメールをもらうんですね e-podcast いいですねとかてっぺいさんいつもありがとうございまんとかもう本当にう嬉しい,本当に嬉しいもう普通の人ね誰でもありがとうって言われて嬉しいと思うんですけど僕はね本当に嬉しいんですよ本当本当に嬉しい、うん、だからもう一回を「あ,のありがとう」って送ってくれた人あのメッセージくれた人何回も送ってください本当毎回 <laughs> 毎回全てのエピソードじゃないと あれこの間のなんか「ありがとう」って言ったけどなんか次のエピソードは全然無反応でなんかね大丈夫なのかななんかあの俺なんかつまんないかったかなと思う,思うじゃないですかだから毎回ください毎回ね本当にあに前も言ったようにあのパトレオンとかであのドネーションね <laughs> くれたらもっと嬉しいですけどでもあの「ありがとう」のね「ありがとうあのいつも楽しみにしてます」とかもし。 誰か言ってくれたらもう頑張りますよももっと,もっと、ね、あの何回もやめようと思ったけどもっと頑張ろうと思うんであのー、一声ねかけてください一声 <laughs> 虚しいですから寂しいですからね誰も聞いてないんだなとか思うと本当は聞いてるんですよそれ,それはわかるんです聞いてくれてる人がいるっていうのはねでもなんか反応がないとね反応がないとちょっと寂しくなりますからうん はい。ちょっと前書きがいつものように長く,りな長くなりましたね。はい。また噛みました。長くなりましたですね。えー、長くなりましたですね。じゃなくて、長くなりましたね。はい。えっとですね。今日は、えー、ホームシックについて。えー、英語だとね、ホームシックのやつですね。でも、日本語だとホームシック。名詞でホームシックと言います。ね。ホームシックについて話したいと思います。 前もあのちょっとね東京とかホームシックについて話したいなっていうことを言ってましたねはいその,あの予定通りですねホームシックについて話したいと思います、えー、皆さんがもし日本語学習者の皆さんが日本に住んでいる場合、ね、今日本に住んでいる場合まあ短期だったり長期中期中期って何どれぐらい 短期っていうのはまあ大学とかねえ語学学校とか日本語の語学学校に来るだけのためとか1年間とかね2年間とかまあ短期ですよねまあ短期かな、まあ、2年もいたら短期じゃないかもうんまあでも2年とかね1年2年いたり4年間いたりね56年まあその間にいろいろねこう波がありますよね波がこう自分のね生まれ故郷自分の生まれ え自分の国に帰りたいなねって思う時とあっ日本の方が楽しいなって思う時とね両方あありりまますすよよよよね日ににににっっっててて季節年年これあのホームシックって悲しいのはあの今住んでいる国今住んでいる国だから皆さんだったら例えば日本にね日本で悪いことが起こればに自分の国に帰りたいなと思うんですよね。うん 例えば僕も今スペインに住んでますけどスペインで悪いことが起こったり、まあ、自分の生活にねなんかうんなんか楽しめなかったりすると帰りたいと思うんですよだからどっちかというとまあちょっとネガティブなねネガティブな感覚ですよねだって今の今に満足してない今が嫌だから戻りたいねそういうちょっとちょっとねちょっとこうルーザーというか、ね、そういう 感覚あそういうまあフィーリングがあるじゃないですかフィーリングがあるそういうまあそういうニュアンスがありますよねニュアンスがあるの方がいいですねそう,いうそういうニュアンスがありますよねでもあのまあそれだけじゃないと思いますねそれだけじゃない、ね、今の生活も好きだけどもっとねもっといい生活が自分の国になったらあるんじゃないのか、ね、そういう前向きなねホームシックもありますね,やっぱり今ね。例えば外 海外外国にいてなんかね自分の本領が発揮できてない自分ができしたいことが全然できない、ね、なんかこうやっぱ外国人としてなんかこう生活していくのが大変、ねえー、あとはなんかこう差別に遭うとかいろいろあると思うんですよ、うん、なんか差別って、あのー、これはすごい非常に難しい話ですけど差別というのは単にね そのお前はアジア人だとかお前はあのまあ黒人だとかねいろいろねそういうふうにあの差別ダイレクトに差別ねえお前は何人だから何だとかねそういうふうにダイレクトに差別されるそういう分かりやすいねすごい分かりやすいですこれはね分かりやすい誰もがダメだと思う差別ですね。とともにですよとともにやっぱりね就職とかあの例えば就職ですね就職で言うと あの仕事がね、やっぱり外国人だから、あのー、見つかりにくいでいくらね例えば日本語を勉強してもいくら僕だったらスペイン語を勉強してもなんかねやっぱり違うんですよやっぱりやっぱりね言葉だけじゃないんですよねでそういうなんかこう、まあ、差別ですね言ってみれば差別区別と言ってもいいかもしれないなんかねやっぱりここで生まれ育ってる人って ととはちょっと違うなとかここの国の人とはやっぱりちょっとなんかこうここの国の人よりもやっぱり大変だな、ね、いろいろそうなんかねうん必要以上に大変とにかく大変、ね、そういう自分の国よりは大変、まあ、そういう思いからもっともっとね自分がやりたいことをやりたいようにできるんじゃないのか自分の国にいた方がそう思うホームシックね。 自分の国にいれば今頃もっともっともっといろいろなことができてるかもしれないのになと。うん、これはですねあの家庭の話なんで家庭というのは家族のことじゃなくて家庭、えー、ハイポセスカルシチュエーションですねハイポセスカルコンディションハイポセスカルかないいですよね。そのもしね「if」の話ですからねもしもの話なんでちょっとねわかんないんです結局は。 ね、例えば僕が今日本にいたらどうなってたかとかそんなことを考えても意味がないししょうがないんですよ、ね、だからまあそういうのははっきり言って意味ないけどこれからのことを考えるとねこれからこれからこの先の未来のことを考えるとどっちがいいのかっていうのはこれはずっとやっぱ考えますよね外国にいる限り皆さんも今もし日本に行ったらもし日本にねこのままいた方がいいのか 自分の国にね戻った方が自分のためとか自分の家族のためね自分の奥さんや旦那さん自分の子供たちねそういういろいろ考えて何が一番いいのかこれはね海外に生活している人だったらずっと考えることだしもしくは自分の国にずっといる人もこのままでいいんだろうか自分の国に続けていいんだろうかもしかしたら。 ね、日本に行った方がいいんじゃないのかとかもしかしたら、あのー、他の国に行った方がいいんじゃないのかそういうもしを考えながらずっと生きていくんですね。んです、ね、例えばうちの家族とか多分もしももしも海外に行ってたらとか絶対考えないタイプの生活をしているので、まあ、それはそれでいいと思います、ね。それはそれですごいシンプルですよね。あのオプションがない ね、<laughs> なんかあの僕の言い方がちょっと悪いようなあれですよそ,のそんなことはないですよ本当にオプションがないっていうのはある意味ね幸せなんですよねあのやっぱ僕とかだとやっぱりどっちがいいんだろうとかねヨーロッパにいた方がいいのか日本にいた方がねずっと考えるわけですよねでホームシックの話 ではなぜ僕は今ホームシックにかかっているかというと <laughs> ね言っちゃいましたねホームシックなんですね軽くね軽く、うん、もうちょいもうちょいあれかなあのホームシックっていうのがホームシックというのを調べてみるとですねホームシックという言葉を調べてみるとどうやらやっぱり自分の故郷とかですね自分の故郷とか家族を懐かしむ心情、ね、そういうふうに書いてますなんで故郷とかでもね僕は故郷は、はい、あの九州 の田舎ですねそしてえ家族はね向こうにいるんですけどあの別に僕が九州に戻って家族と一緒に住みたいかとか、まあ、そういう気持ちはね正直ないんですね。はい、なんかこういうことを言うとちょっとなんかあのな冷たいような、ね、また冷たい日本人だなとかねそういう思う人もいるかもしれないけどそういうことではない。僕はやっっぱりあの自自立立してね自立ってねいうのが、まあ やっぱ自分だけでね自分たちだけで自分の家族で自分の家族ね,とね奥さんとね子供とで、えー、生きていく、ね、そっちの方が自分に合ってるような、ね、気がする合ってる合ってると言うとあれかなうーんなんかねやっぱ家族の近くにいるとやっぱりねお互いうんなんかまだねう 難しいことがあるるよような気がすすんですよね、うん、あとは、まあ、日本という国を考えるとやっぱりね僕のやりたいこととか僕があのしたい生活がやっぱ東京にあるんですね僕の場合は。これはね人によって全然考え方違うんであの海があるねあの、まあ、海があるエリアに住みたい人ね千葉のあの。 千葉県にはね海があるからそこの、まあ、田舎ですよその辺に住みたい人とか神奈川県のねあの海があるところに住みたい人とか沖縄に住,ん住みたい人とか、ね、本当に九州であの田舎暮らしをしたい人とかね、まあ、九州でもあと都会もあ,るありますあの福岡とかねそれぐらいの,あのサイズの都市の方があの大阪や東京よりい,い,いろいろな考え方があるんですね。やっぱどういうい 服が好き,好きでどういう服を着ているかと同じでね例えば僕の僕はあの T シャツはね結構大きいサイズが好きなんですよ自分の体よりねまあ L とか XL とか着るんですね日本,、うん、日本でいうでも僕と同じぐらいの体の人でもね体型の人でも S とかね <laughs> S はいないかなでも M とかねちょっとピチッとしたのが好きな人もいるんですねだからそれはもう個人の あのチョイス個人のの選択の自由、ね、それぞれがそれぞれに合ったあ洋服を着ればいいです合ったとっいうのが自分が好きなねはいだから僕にとってはね東京っていうところはすごいね合ってるんですよねで東京であんまり悪い思い出本当ないんです本当東京にね10年多分合計で10年は住んでると思うんですけど本当にねいいことしかない <laughs> まあそんなこと言うとちょっとね悪いこと忘れてるだけだろうと 思うかもしれないででもねその悪いことを超えるぐらいいいことがねたくさんあったんですね僕にとっては。うん、いや嫌な人に会いましたよでも嫌な人なんて多分ね本当いい人の100分の1もいなかった僕は今まで会った東京で出会,会った人たちは全員いい人って言ってもいいぐらい、ね、これはあのすごいね反論があると思います異論反論が人によっては全然僕とは違う、あのー、経験をした人はたくさん いいると思います東京って日本だと一番冷たい場所みたいにね思われてる節もあるんで,でも僕にとってはねもうすごいいいとこすごい,いとこエネルギーにあふれて、ね、でこの前ですね夏休みに東京に行っていや1週間だけでしたけどもう本当にいい経験をしました本当に楽しかった本当に、ね、出会った人出会った人、ね、久しぶりに会った人みんなよくしてくれたしね あのーまあ、そのその辺で出会う人ですよ、もうね、なんか全然ね、僕はなんかすごい良かったですね、ねトイレも綺麗だし、食べ物美おいしいし、結構安いんですね、そして、はい、ヨーロッパに比べては食べ物安くておいしい、人々もあの列を作るんですよね、ちゃんと、ちゃんと待つし、規、ね、律がある、ね、そして静か、電車の中でみんな静かなんですよ。 こっちだとみんなもうでもう,うるさいんです、ね、まあまい確かに比べるのは良くないですね日本とどこかを比べてどっちがいいとか悪いとか言うと日本にもね悪いことたくさんありますからでもね僕にとってはねその悪いこともあんまり悪く感じなくなってきたんですよねうんなんか日本人はね何ていうのうん真面目すぎるとかね僕はそれはいいんじゃないとか思っちゃうし 働きすぎるあそれもいいいんじゃないのって最近は思うんですよ働いて何が悪いの、ねまあ、もちろん働きすぎで死んだりねそれはダメです、ね、それは全然だめだけどなんかねなんかねなんかね <laughs> まあホームシックになるとこうやってね故郷とか自分の国のことが全部よく思えてくるこれ不思議ですね、うんまあ、でもいい経験しいい経験になりました ね、このあとホーム宿から僕は立ち直れるんでしょうかその辺もまた次回次回じゃないな、えー、おいおい話していこうと思います。